はい、星のアニバーサリーです、今日は和楽器とエレクトロニック、ペンタトニックとネフェルティの可能性ということでやっていきます。今まで4月の動画はそのどちらかというとこう自分が今までやってきたこととか、まあ、ハウツー的なところが多かったんですけど、今日からはそのどちらかというと現在進行形で私が考えている考え方とか方法論というのを話しながら、まあ皆さんの参考になれば、まあ、今参考にならなくても、しこれの動画をまあまた5年後ぐらいに見て、おおなんて思ってもらえればなんて思いながら、まあやってみようと思います。前半はその和楽器とエレクトロニックのその何でしょう、私がそのここ2年、2019年2020年とリリースをまあやってるんですけど、その作品をどうして作り出すかってことについても話しながら、よりこう何かこう私の作品に理解してもらえればと思いますし、参考になればと思います。で、後半はもっと音楽理論的な話になって、その要はその和楽器的なそのスケールとかそういうことと、まあ、スケールというのはその音階ですね、それとそのペンタトニック、そしてあのネフェルティ、ネフェルティというのはマイルス・デイビスのネフェルティというアルバムがありまして、まあ、そのネフェルティという曲はあのウェイン・ショーターという人が書きまして、まあ、そのウェイン・ショーターの和、まあ、よく使う和音構成、これまた別に言うとアンドリュー・ヒルという人も使ってるんですけど、まあ、それについて、まあ、解説というか自分なりにこういうつながりがあるんではないだろうかってことを、まあ、解説していこうと思います。はい、ではまず前半の、和楽器とエレクトロニックというか、まあ、あの私 の, そのどうしてこう和楽器を使うようになったかと、もしくはその、今でも言ってるのかな、自分で和テクノとか言ってるんですけど、まあ、その理由なんかもちょっと話していこうと思います。まずその、まあ、自分 の, その音楽活動、もしその2012年ぐらいから、もし、まあ、例えば2014年ぐらいからボーイズノイズレコーズで出すんですけど、まあ、その頃から私のことを知っている方からすると、その多分ここ2年ぐらいのリリースっていうのはある意味不可解というか、そのなんかその何か随分何をやってるんだって思われるかもしれないし、まあ実際はその知り合いにもその言葉だけで、その何ですか、最近はその和楽器を使って、まあそのまあその自分の曲に合わせてやっているみたいなこと言ったら、何か結構きょとんとされて、まあ聞くと結構納得はしてくれるんですけど、まあそのことですよね。で、まあ、元々その和楽器とか日本的なものっていうのが嫌いだったんですね。まあ10代の頃考えると、まあどっかやっぱアメリカでしょうね、特にね、やっぱそこに対する憧れってものがあったり、まあ、ありましたよね。元々その16の頃に始めたのが、そのなんだろう、ギター、ヤングギターって雑誌を買って、それでハードロックとかコピーしてたんで、だからその頃はなんかやっぱ白人になりたいっていうか、 なんつうんだろう、そういうのありましたよね。で、まあもともとその音楽的にハマったものっていうのが、例えばプリンスとか、あとポリスとか、あとビリー・ジョエルとか、まあそういう80年代ぐらいの、まあ、MTV のいい頃のなんか音楽っていう か, だかそういう音楽だったんで、まあ、その後も好きなのがドナルド・フェーゲンとか、まあ、ウェザーリポートとか、そんな感じだったんで、だからなんていうか、そのなんだ、ちょっと傾きが気になるな、あ、失礼、大したことじゃないですけど、ちょっと気になっちゃって、細かいことが気になる、そのあのプロフィールってなったんですけど、あの、まあ、あの杉下右京みたいな、あのそのクラブ業界でいうと、なんだ、出世はしないけど何事件を解決する、そんな男ですって、遅くなりました。星のアニバーサリーです。で、まあそのとにかくそのまあその後ドナルド・フェーゲンとか、そのウェザーリポートとか聞いたりと か, だから結局その西洋っていうか、まあ海外のものに対するものにすごい関心があって、で日本のものっていうのはどうもなんかダサいと感じちゃってたんですね。まあもちろん日本の音楽で好きなのもあるし、特に80年代ぐらい の, その TM ネットワークとか、ああいうものは好きだったんですけど、だから残念ながら、その申し訳ないですけど、宇多田ヒカルとか椎名林檎ぐらいから結構苦手っていうか、まあそこは置いといても、まあ それは置いといても、とにかくなんか日本のものとか、あとその和楽器と、例えばポップスとか和楽器と、まあテクノみたいなの聞いても、なんかこうなんつうんだろう、
色物というか、なんていうかこうちょっとただ木を照らってるように聞こえちゃって、それがなんていうかその要はヨーロッパとか海外の音楽と対等に並ぶ感じがしなかったんですね。でそれがすごい嫌だったんですね。だからこのことっていうのは多分自分の心の中にずっと残ってて、でその高校時代に日本の音楽っていうその卒論を作ったんですね。すごいタイトルですけど、だからそれ日本の音楽に対する不満だったろうし、まあ内容として全然まとまってもなかったし、ただの不満のなんかこう入ってるだけだったのかもしれないんですけど、まあ、とにかくそこに対することはあって、まあそれはずっとあって、でまあどうでしょう、ここ2010年ぐらいからまあクラブミュージックはやってるんですけど、その中でまあだんだんなんかいろいろやっていくうちに、たまたまですよね、まあその一回クラブあれ行った時にディクソン、まさかディクソンなんて名前が出てくるんだって感じですけど、まあ、彼の DJ 聞いた時にそのたまたまなんか中近東的なメロディーが上に乗ってて、それでクラブミュージックみたいなのかかってて、でまあおおなんて思って聞いてて、でその時になんかこう、ああそういえばこういうんでこう和楽器でとかやったらまあ面白いかななんてふと思ったんですね。でやってみたら結構ああって思って、だんだんこう、まあ、最初はその和テクノの和っていうのはこうなんだろう、日本の和っていうのとワールドの和ってことでやってたんですけど、それがだんだんこう完全に和楽器の和テクノになってきて、でまあって感じになって、で和楽器を使っているうちによりこうエレクトロニックとか、まあ、そのアンビエントとかドローンみたいなものに対して何かこうより関心が深まりましたよね。なのでその日本の音楽出した時も結構人々に驚かれたんですけど、まあ最近もその DJ 知り合いと話した時に、なんかこう多分自分のそのなんだろう、多分そのボルボックスのジャックデプトでまあアシッドっぽいの出した頃に比べるとまあだいぶアプローチ変わったんで、まあ驚かれたんですけど、確かに自分でもそのあん中の何曲か2018年の3月ぐらいか2年ぐらい前に作ったのかな、なんですけど、なんかよりその多分 AFX ツインのあのアンビエントワークスボリューム2あたりの感触っていうのかな、ああいうもんだったりの影響も強くなったりとかしたり、まあそれ以外でもいろいろ聞いたもちろんあるんですけど、多分サラダバチとかああいうタイプの人なのかな、まあなんかそういうものに対してなんか理解が深まったのが、意外にこうその自分が和楽器を使って曲を作るうちに、まあ、例えば琴だったりとか、まあ、尺八でもいいし、もしくはその鐘の音とか、もしくは和太鼓でもいいんですけど、そういうものが導く先の共通点として、なんかそういうエレクトロニックとかアンビエントってのはすごい近いなと思ったんですね。ただ多分その日本国内のもので、例えば日本のアーティストがやってるアンビエントとかエレクトロニックってのはなんかちょっと違うかな、でまあそれを全部まとめるのはちょっとナンセンスなんですけど、ただ何かがちょっと違うなとは思うんですけど、だからちょっと自分のそのアプローチっていうんですか、それはちょっとなんか違いますよね。なんつうんだろう、そのもうちょっとそのもちろんその自分の日本のその歴史を考えてはいるんです、考えてるとかそのつながりはあると思うんですけど、ただなんかこう多分なんだろう、坂本龍一さんの千のナイフってアルバムありますよね、あれは結構好きで、だからなんかあそこからこう自分なりにこう軌道修正ってのは偉そうなんですけど、何かこう全然こう別の方向性とかよりか歴史の流れもあったんじゃないかっていうパラレルな感じっていうんですか、なんかそういうことを考えますね。だから要は日本の音楽っていうのがその坂本龍一さんのあのアルバムぐらいの頃っていうのはもっとこうワールドワイドっていうかつながりがあったような気がするんですけど、だんだんとこう時代を重ねる上でそのなんていうか日本と海外っていうなんか感じになっちゃったのかなっていうか、だからもちろんその日本と海外っていうその分かれ目があるのはいいんですけど、なんかその海外進出しなきゃみたいな、まあそう言いながら自分の動画で海外進出しようみたいなこと言って喧嘩売ってんのかって感じなんですけど、まあその今の自分の気持ちとしてはなんですけど、なんかそういうことは考えますね。だから今の自分ってそのなんだろう、いろいろまあやってきたのもあって、特に海外に対してコンプレックスがあってっていうのはまあないと思うんですよ。
まあ、どっちかっていうとこう日本のその感触っていうのをどういうふうに表現できるかっていう、まあ、自分なりになんですけど、まあそれは自分が日本人だからっていうのもあるんですけど、はい、それは思いますね。でまあその何でしょう、自分なりにそのやっぱ、音楽活動やっててきてこう日本人っていうのがその特性として生かせなかったんですね。ちょっと失礼。ですね、それについてですね、ちょっと自分はイエーイと何やってんすかね、とりあえずちょっと、ファイルをちょっと開こうと思って、よいしょ。でもこれを結構前にその自分の Facebook の個人アカウントに書いたんですけど、その日本の音楽っていうのを、まあ、あれ言ってた1年前ですか、もう大体そう、日本って音楽の日本の音楽ってタイトルかなり強烈というか、2年くらい前の自分だったらこんな日本全開のタイトルにもプレビューのように日本テイストのトラックで固めることもなかったと思いますと。ちょっと失礼、水を飲みます。でまあ自分なりによほど決心というかあったかと感じていますと。でタイトルは高校3年のその卒論で日本音楽って題名で論文を書いたのですと。で内容もなくて、まあ不満とか日本にはいい音楽ないとか日本の海外の音楽へのコンプレックスなものをまあ吐き出したと。でまあ18歳のその自分に対して、まあ今からこうアンサーというか、その当時のまあ18歳の自分が希望を持てるかなという音楽を作ったってことですね。でまあその海外リリースしたその多分2012年あたりから Because I'm Japanese っていう、まあなぜならこう日本人であるってことが、まあ、自分の中で常にネガティブだったんですね。その日本人であるがゆえに、まあ、ネガティブな出来事が本当あったなっていうか、例えばボーイズノイズレコーズで出してもその自分が別に結局外滞よりは下の身分みたいな、だそういうのがすごい嫌だったなっていうのはありますね。ただこうその自分の日本の音楽のリリースによって Because I am Japanese という言葉をまあポジティブに変えようと、まあ、それいう強い決意というかそういうのはありますね、はい。まあ、そういうわけで、まあその和楽器とエレクトロニック、まあ和楽器とエレクトロニックの、まあ自分がつながっていく経緯というか、まあ自分がここまで来たまあ経緯というのをまあまず説明しました、はい。次これで後半です、ここから。次がペンタトニックとネフェルティの可能性ということで、久しぶりにこのキーボードをまた持ってきました。あんまりいい音じゃないんですけど、このコルグマイクロコルグ XL はまあほとんど見えないですよね、これだと。ちょっと見えるようにした方がいいのかな、まあいいや、まあこのぐらいでこんな感じでいきましょうか、はい。特に鍵盤のこの何ですか、こう失礼、まあ、で見えるわけじゃないんで、まあなんとなくこう説明しながらやってみます。でですね、まずペンタトニックっていうのはまあ5音階ってことなんですよね。例えばそのなんだろう、ドで言ったら例えばとか、まあこういうことですよね。でまあ自分はそのギターから始めたんで、そのギターっていうのが興味深い楽器で、まあ6弦あれはあるじゃないですか、弦が。けどあの6弦と1弦っていうのはいいって音ですよね、要は。でだからその結局同じ音で、残りの5音がその結局5音階でペンタトニックになってて、しかもそれがなんていうかこう結局ペンタトニックの和音として、まあ、こういうなんていうか4度だったり5度が入ったりっていう、まあこれペンタトニックなんですけど、なんかこう興味深いというか4度で結局重なってる部分が強いから面白いなって言って。でまあ自分がギター弾いた頃でそのポリスのその曲なんかちょっとコピーしたんですけど、最初はその中でそのあれはなんてアルバムだ、とにかく When the world is running down you make the best of what's still around って曲があって、それの曲がまあなんかそのこういう和音でまあ平行移動、最初1フレットでガーンって弾いて3フレットで5フレットみたいな、まあすごい雑に弾くとそういう感じなんですね。ただそれがなんかこう自分はすごい心打たれたんですね。まあなんかそのサウンドっていうのかな、だから5音階っていうのは結構面白いなって。要はそのまあその音楽的なことで言うと、結局例えばこう一個ずつドレミのその後にこうちょっと音でかいのかな、
まあ、こういう感じで弾くわけなんですけど、これをもっとこうクローズさせるっていうんですか、まあ、これってそのローズっていうエレピだからできることだと思うんですけど、まあ、結局そのマイルス・デイビスの、なんだろう、マイルス・イン・ザ・スカイぐらいからまたちょっと変わってきたのって、やっぱフェンダーローズの存在でかいと思ってて、結局フェンダーローズってこうなんていうんですか、例えばこういう和音が成立しちゃうっていうんですか、例えばまあこれ押さえ方として、まあ、結構適当に自分の感覚で押さえてるんですけど、うん、もしくはこうちょっと1オクターブ上げて、まあまあ、こういうことができちゃうってみたいな、それがなんか妙にかっこいいみたいな、けどピアノでやるとこれって完全に音がぶつかりすぎちゃうんで違うんですけどってなっちゃうんだけど、だからまあこれオルガンも多分近いこと、あオルガン無理かな、まあ LP の話にしときましょうか。そうするとまあなんかそのこの和音の構造っていうのはまあ5音階だったり、まあその LP ので、要はまあまとめてこういけるっていう和音っていうのは結構興味深くて、なんか自分もそのこれから、まあ、ESP インスティチュートってレーベルでまあ EP 出してアルバム出すんですけど、まあアルバムに、まあ、早いね、今言ってまあどうせ誰も聞いてないんだろうから分かりなんですけど、新世界って曲が入ってて、まあ、それなんかその要はそういうペンタトニックの和音で、まるでこうジェームス・メイソンのリズム・オブ・ライフって好きなアルバムがあるんですけど、まあ、そういうなんていうか和音をの感触を出して、まあ、しかも和楽器感もあるっていう、なんか結構自分の中で結構センセーショナルな曲に作れたんですけど、まあ、それって要は例えば、これ好きな和音だってよく出てくるこう、C メジャー7に、音 D レを乗せるんですけど、だこういう和音に対して例えば一曲で上げましょう、例えばこういう感じで、まあ、このぐらいもうガシャって10音ぐらい乗せちゃうわけですよ。まあもっと弾けないならそのミディで打って13音ぐらい弾いてとかでもいいんですけど、なんかそういう和音ってすごい興味が深いっていうか、多分こういうのってもしかしたら例えばある時期からのジョン・コルトレーン、まあ、ソプラノサックス吹いたぐらいですよね、マイフェバリットシングスとか、まあ、それ以降ぐらいとか、まあ、そういう感じの感じにも近いかもしれないですね。例えばマイルスがそのある時のジョン・コルトレーンを表してその彼はそのペンタトニックのやり方を何通りかやってるんだみたいな、まあ、自分がそれを完全に掴んでるかわからないんですけど、なんかそういう感じにも近いのかなっていうか、それをまあ和音化すると、まあ、シーツ・オブ・サンダーでラララって吹いた時にこう和音がバーって並ぶみたいな感じなんだと思うんですけど、まあ、これまあ自分 の, そのギターの先輩が昔なんかペンタトニックでこうなんかすごいこう4度とまるでどん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 そのスケールを変えてきながら、なんかペンタトニックのなんかすげえかっこいいなみたいな、だからペンタトニックって割にこうイメージとしてブルースとかちょっとなんつうんだろう、泥くせえって感じじゃないですか、けどそのブルースってものの中に実はその4度だったりとか和音の中にそのすごい興味深いエッセンスが入っているというか、だからそれにすごい興味があって、でまあギターのそういうのもそうだし、例えば琴とかそういう日本でまあよくそういう民謡とかで五音階、まあ、これってのは多分坂本さんのそれこそ千のナイフとかそういうとこでも示されたってきたと思うんですけど、なんかそこにすごい興味があるというか、なんかそこに開拓の余地ってすごいあるのかなと思うんです。だ例えばそのもっと別の例で言うと、そのまあ、よく自分がその So far away なんて歌ってるキャロル・キングとかありますよね。ああいう人って例えばこう、こういったような和音とか使うと思うんですよ。例えば D の普通に和音にまあ何ですかこう、まあ、ビリージョエルあたりもあるんですけど、でこういう和音ってそのなんだろう、例えば9音を下に置いたって考え、まあ、さっきのそもそうなんですけど、一方でそのペンタトニック的な考え方で、まあでもいいんですけど、それをこうなんかこう使っているっていう発想っていうんですか、もっとペンタトニックから生成された和音なんじゃないかって考える。
その方がなんかこう、まあ、バークリー的理論なのかな、まあ、そのドミソシってくるとかそういう、まあ、もしくは7音スケールで考えるって考え方よりもなんか自分にはしっくりくるというか、なんかそのストーリーのかっこいいななんて思ったりするんですね。だから自分がその今やってる音楽で一つテーマにしてっていうのはその5音階なんですね。まあこれもそのうち多分これも言っていいのかな、ユースってレベルからアルバム多分出すと思うんですけど、っていうかアルバムお前何枚出すんかとかって感じなんですけど、ちなみにあの5月1日にあの踊り子 2.0 っていうのも出しまして、これも特別バージョンで作ってたんですけどね、はい、まあ、3月初にも踊り子出して、まあ、これでアルバム2枚出したってことになるのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、とにかく今年何枚出すんだろうな、あと2枚は出す予定ですが、はい、どうなることでしょう、まあ、とにかくその、ユースのアルバムでも、まあ、1曲ホーマーが時だったかな、そういう曲だったかな、まあ、そんな曲でやった時に、まあ、結局5音階を選んでそれで和音を作ってみたいなことに興味があって、例えば、まあ、ドからスタートしてそこからこのドに至るまでの間に、まあ、あと4音弾くわけですね。例えばこんな和音、オクターブ上げてみましょうか。で要はこの5音で作ってこの5音の中で例えばメロディーを弾いていくみたいな、まあ、そんな感じでとか、なんかそういうことに興味湧いてますね。これってまあ和音の作り方として結果的に結構自分の中で上手なびに塗るっていうか、まあ、ジャコがいた頃の特にウェザーリポートなんかにつながっていくのかなって気がするんですよ。まあ要はそのいい時代で言うとあのなんだヘビーウェザーとかブラックマーケットではないかな、まあ、ブラックマーケットも入れてもいいんですけど、どっちかってヘビーウェザーとかあとミスターゴーンとか、まあ、あのぐらいの頃のなんかウェザーリポートかな、なんかそういう和音感っていうんですか、あとはもしくはこういうのってあのチクコリアの例えば、まあ、リターントゥフォーエバーの頃ですよね、はい、ライターザフェザーもそういう部分あるけど、もしくはもその前のそれこそリターントゥフォーエバーのデビューアルバムとかクリスタルサイレンスみたいな曲とか、なんかその辺ってそういう和音なのかなと思って、まあ興味深いなと思っております、はい。で次ですよね、これ最後になるんですけど結構長いですね、まあ5年後に見てくださいって感じですけどね、ネフェルティの可能性ですね。でネフェルティっていうのはその、まあ、さっきも言ったようにマイルス・デイビスのネフェルティってアルバムに入ってるんですけど、これはですね、まあ和音としてはその、まあ、例えばこんな和音、これ A フラットメジャー7の、まあ、フラットフィフスだったり、まあ、シャープ11って見てもいいですけど、これでこんな和音ですよね。でこれってそのこの和音がその結局あの琴って楽器の平調子とつながっていくなっていうのに自分は思うんですよ。まあずっとそれ多分自分の中のまあ日本人だからかもしれないですよ、まあ、これをナンセンスと言われたらしょうがないんですけど、結局琴っていう楽器の平調子っていうものが自分に染み込んでるからこそ、要はネフェルティだったりアンドリュー・ヒルみたいな人のそういう和音にすごい痺れるのかなって自分に、まあ、もしくはそういうんだとあれかジョー・ヘンダーソンのあのインナーアーチとかね、あの辺の和音なんですけど、琴のその和音っていうのは平調子、まあ、こんな和音なわけですよ。要は D、E フラットで G、A フラットで C が来てで D でこの5音階ですよね。まあ、これ自分も結構多用してて、その例えばアラザラムってその日本の楽の時もそのパーカッションでまあこういう感じで鳴らしてみたいな、あんま弾けてないですけどもともとキーボーディストじゃないんで、まあとにかくそんな感じをやってたんですけど、この和音って興味深いのがその結局今こう弾きますけど、
まあ、ちょっとこうした場合に、まあ、そのネフェルティの和音になるんですよね。要はそれがすごい、まあ、自分の中で興味深いっていうか、まあ、これまさにそのこう弾けば A フラットメジャー7の、まあ、フラット5になりますよね。でこれがこの今 A フラットを、まあ、こんな感じの和音なんですよね。はい。でこの和音の構造がまた面白いのが、その、まあ、その今 A フラットメジャー7プラット5で考えますけど、要はそのこれ4度の A フラットと E フラットで4度、そして D と G で4度なんですね。要はそのそれで D、G、C とこれは4度のこう和音になるわけですね。それにまあ A フラットと D でまあ弦5度になるわけですね。まあ、要はこれって弦5度もあるし、そこから例えば下げるとまた別の和音になるし、まあそんな感じでやってもいいんですけど、まあ自分の中でこの A フラットメジャー7フラット5みたいな和音とその和楽器との関連性ってものにすごい興味があって、なんでまあそれをなんていうかこうある程度追求したいっていうのは結構あって、で特にここ最近のリリースはそういう和音を意識的に使ってとかやってますね。まあその出るらしきユースのアルバムはそういう和音を結構使ったりとか、あと多分 ESP インスティチュートから次に出す EP かな、アルバムじゃなくて EP の方で道のくって曲作ったんですけどまあそれも出たぐらいの段階でもう一回リンク貼りますね。もしまあこの動画を1年ぐらい後に見てる人とか5年後に見てる人はそのリンクから飛んでもらってもいいんですけど、まあリンク貼ってなかったらコメントにリンクねえよって書いてくれたら貼ります、すいません。まああのそれもそういう和音をこう弾いて、例えばなんだろう、もっとそのポップスというか、もっとそのなんつうんだろうな、その曲はまあ BPM110 ぐらいのこうなんていうかグルーブする、まあどうだろう、ジョン・タラボットあたりが使ってもまあいいんじゃないですかみたいな感じの、まあレーナ・ウィルケンスとかね、そういうグルーブで作ったんだけど、和音帯域はそういうネフェルティ的なラインの和音だったりして、けどそれがジャズっていうよりはまあなんかもっと民族的なっていうか、もっと日本の、まあ自分がやっぱまあ日本人なんでみたいな、まあ自分がその日本語のタイトル使ってる理由もどっちかというと日本人なんでみたいな、まあそういうこと言ってみたかったんですよね。要は今までそのボーイズノイズで出してる時は日本人なんでっていうとなんかすごいこうネガティブなイメージしかなかったんですけど、今やってる自分の音楽っていうのはこう日本人なんでとか、まあこう今日ロンリーロンリーの T シャツを着てるんですけど、すごいですよね。反骨ってまあ反骨ですね、かなり俺もまあそんなこんな T シャツを着てとかね、日本語の T シャツ着てイエーイみたいな感じのことをしたかったっていうのはあるんですけど、だからそういう和音っていうのかな、すごいこう可能性あるかなって思います。まあもちろんその琴の和音ってもっとこういう平上じゃなくて、さっき言ったもうペンタトニックに近い、もうこれ多分どっちかと坂本さんが追求したことかなってイメージはあるんですけど、それこそまあタイトル曲の千のナイフであれ、アナルバムにある何曲かってそういう五音音階を結構いい具合に使ってる曲もあったかなっていうか、まあ坂本龍一さんも何かの時にそんなような話をした記憶もまあ読んだこともあったりしたし、でまあその五音階ってことで言うとやっぱ自分の中でまあチクコリアがそうですよね。だから自分がチクコリアに一番その刺激を受けた、まあ好きなの大好きなんですけど、やっぱそういう理由もありますよね。ハービー・ハンコックよりやっぱチックの方が好きかもしれないですね、そういう意味でね。うん、まあ、そのチクコリアのまあもっと影響で言うと多分バルトークあたりが出てきてミクロコスモスとかああいうものだったりするんですけど、なんかそういうものもどちらかというとペンタトニックとか民族的な、だからそのそういう時に出てくるのがまあ五音音階、五音使ってるっていうのが興味深いなと思うんですよ。まあどっちかというとハービー・ハンコックとかってまあ五音っていうよりまあ七音感じる瞬間の方が強いんですよね。なんかこう要はその複数の音階でやってるみたいな。だからチックリアとかそのバルトークってなってくると、例えばまあ要はこういう5度で重ねて、
まあ、そういう感じっていうか、なんかこれで表現できたかわからないんですけど、なんか少ない和音でっていうか、まあなんだろう、多分チクコリアみたいな、まあ、キース・ジャレットのある時期もそうだと思うんですけど、そこからビートルズあたりにつながっていくというか、まあ多分、まあ、ビートルズがその頃のマイルスとか、まあ、チックあたりに与えた影響もあると思うんですけど、まあ、特にそのビートルズでいうとそのマジカルミステリーツアーあたりですよね。自分が好きなやっぱ「I am the Walrus」とかのジョン・レノンが作った、あとは「あとペニー・レイン」とか、あの曲なんかもなんか B マイナーなんだけど、なんか和音の感触っていうのがすごいこう民族的というか、何か地に足ついてる感じがして不思議な曲だなと、まあ思いましたね、10代の頃とかね。そうですね、まあ最後にその和音ってことの単純に言うと、その例えばまあ C マイナーって和音があったとして、こう弾くのとこう弾くのはなんか微妙に違うよねっていう、要は5度で重ねるってことが強いっていうか、まあなんかキース・ジャレットがある時なんか4度に関してなんかみんな4度でばっかりマイク超えたいなみたいにとは言わないけど弾いててみたいな、なんか4度はある意味もうカラーが決まってしまうという、なんかそのいろいろ弾けすぎちゃうと、けど5度には何かこう久しぶりに野菜を食ったらすごいみたいなような感触があるんじゃないかみたいなね。まあ、そんな話ですね、はい。まあ、そしたらもう30分経っちゃいましたね。すごいですね、今日結構そのまあ自分のまあ和テクノというか、まあ和楽器とエレクトロニックの話だったんで、結構ドープな話になりました。まあちょっと1回で全部ここまでフルで見ていただいたかわからないんですけど、まあその最後の1分見ていただいた方にはまあどうでしょう、まあまたこの動画をまあ、例えばなんか適当に MP4 とかでそのどっかのサイトでダウンロードしていただいてもいいですし、それでまあ5年後ぐらい、まあ、3年後でも1年後でもいいんですけど、また見ていただいたらなんて思います、はい。というわけでまあ今日は和楽器とエレクトロニック、ペンタトニックとネフェルティの可能性ということで、かなり濃密にお送りしました。そうですね、皆さんの参考になればと思います。では、星名アニバーサリーでした。また明日。